君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドカッコカリ。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。では村上さん攻略編、やっていきましょう。で、村上先輩のセーブデータはまた分かりやすいようにここから始めてあります。じゃあ今日もまたストーキング行為をしますか。学園から。お、いるじゃないか、いきなり。 OK。で、オートモードと。こんにちは。そうですね、今日も暑いですね。天気予報によると今日は猛暑日らしいので。村上先輩に会うたびに猛暑になるな。今日は静かに読書をしていたくて、ですから今日は図書館に。この前はさ、確か町で会って図書館に行こうって言って、今日は学校で会って図書館に行こうってことは違う図書館なのかな。今日は学校の図書館、前回は町の図書館みたいな。俺だったらちょっと本借りて自分の家で読むっていう方がいいかな。まあ図書館がどれくらい涼しいかによるけど、家でクーラーの効いた家で本を読む方が、まあ、自分にとってはいいっすね。口下手だから他に話題を思いつかなくてすみません。あの、私そろそろ行かないと。あなたも素敵な一日を過ごしてください、ね。素敵な一日になったけど、素敵な一日が終わってしまった。村上先輩と別れたことによって。じゃあ次の日行きましょう。25日。でも実際俺もそうだ、必ず一日一回家から出ますからね。それはすごいな。あー、ハテナがある。これ村上先輩のハテナはちょっとやっときたいんだよな。やっぱりなんかしおりがあって、このしおり誰のですかみたいな、そんなイベントでしたよね。これがそうかどうかって言われるとちょっともう覚えてないけど、あ、そうだ、合ってるな。夏目先輩が、夏目先輩じゃねえや、夏目さんが来てるから。あ、村上先輩たちを見なかった。さっきまで村上先輩と望月先輩とクロエさんと私で図書館で夏休みの宿題をしてたんだけど、宿題が終わって解散した後、机の下の落とし物に気づいたの。慌てて追いかけたんだけど、皆さん先に行ってて見失っちゃって。解散ってことはもうみんな帰っちゃったってことかな。誰のものだと思う？じゃあこの後ご飯でも食べようかみたいな感じにはならなかった。村上先輩です。やっぱりそうよね。村上先輩はよく自作のしおりを使ってるし、お気に入りのものかもしれないから。でもさ、村上先輩今度夏目さんに会う時までにバイトの件決めておきますみたいなこと言ってたけどもう早速会ってんじゃん。村上先輩、夏目さん、いいところで図書館にしおりが落ちていませんでしたか？これですね、今探しに行こうと思っていたところです。よかった、どうもありがとう。途中で気づいて。でもこのしおりは本を挟むのには使ってなかったってことですよね。大切なものなんですね。だって本を挟むのに使ってたらあれどこまで読んだっけみたいな感じになっちゃうし。てかそもそも本を閉じるときにしおり挟みますからね。まあでもそのときになんかポロって落ちたのかもしれないし、まあちょっとそこはわかんないですけど、わかんないですけど村上先輩の評価が上がったことだけは確かだ。もう街は見ない。次の日へ進むでいいんだよねもうチキンだからな、こういうの。不安でたまらない。あ、そうだ、さっき見たや不安でたまらない。で、学園チェック、いない。町チェック、お、イベントが起きてるではないか。お、これはバイトイベントが進む感じか。こんにちは。夏目さんの私服は初めて見たな。どこに行くのかですか？先日夏目さんに本屋さんでアルバイトしないかって誘われたこと覚えてますか？あれから随分考えたんですけど。え、そうなの？結局結論が出なくて、とにかく一度。あ、なるほどね。そういうのもまあ確かに大事だけど、あれ何日前だっけ？もう結構経ってるよね。4日くらい経ってないか言われてから。電話がかかってきたの。アルバイトうまくできるのかわからないけど。店長大丈夫なのか？4日間とりあえず人手不足だろ。気になって、やっぱり本が好きですから。
本に囲まれたアルバイトって。でも本って言ってもさ、村上先輩が好きな本だけじゃないからね。言ってくれると思ってました。まあやっぱりね、ファミ通とかもね、まだ決めたわけじゃない、やんないといけないし、別にファミ通くらい並べるだけで終わりなんだけど、やっぱね、本屋さんもね、接客業なんで、多分ね、変な客とかいると思うんですよ。まあ、コンビニとかほどじゃないと思うんですけどね。結局、なんとかの本ありますかみたいな。ご迷惑じゃありませんか。暇だからとか、そりゃねえだろ、暇だからなんだけどね。そんなことはないよ。おし、オッケー。ありがとうございます。一緒にコンビニはね、ちょっとね、変な客とか来そうですけどね。俺がね、スーパーやってた時は、変なね、おっさんがね、やたら話しかけてきて、やたら話が長いんですよ。まあ、通称、やつが来たっていう合図なんですけど。ここですよ。で、コンビニでね、バイトしてた人とかに聞くと、やっぱね、その、近くがね、なんかね、ホストクラブとかがある。コンビニで働いてたらしくて、なんか本当に鬱陶しいやつとかいるみたいですね。なんかヤンジャンの発売日とか、店員ヤンジャン、ヤンジャンはみたいな。置いてあるから勝手に取れよみたいな。まあだからコンビニのバイトはやっぱね、場所を選びますね。あれ、猫がいる。え、店に猫がいるの大丈夫か？飼い猫ではないですけど。よく顔を、まあ、飲食店だったら確実にまずいけど。いいですね、あなたに懐いてますよ。本当かよ。猫好きなのがわかるんです、ね。あ、俺猫の方が、そうやさ、猫の方が好きっていう設定だったよね。させてください、夏目さん。まあ、店長が男の人か女の人かわかんないけど、男の人だったら絶対採用でしょ。初めまして。夏目さんはよくこんな可愛い子連れてきてくれたねって。店長さんに質問があるんですが、何でもいいよ。よろしいですか。彼女はいるかですか。で、いやー、いないよ、残念ながら。どうだね、村上くん、君は僕の彼女候補に。行きませんよね。すみません、私は別のシフトが決まっているので、店長さんは私のいない日にアルバイトしてくれる人を探していたんですよ。いや、でもそうするとさ、そうですか。素人一人ってことじゃん。一人かどうかは分かんないけど、慣れればともかく。そうだよね、やっぱ一人で店番だよね。一人で店番が務まるかどうかちょっと自信がないかもです。先輩ならきっと大丈夫だと思うんですけど。いや、俺はね、大丈夫だと思わないな。どうしたの。なんでかっていうと、接客業だから。あなたもアルバイトをする。いやいやいや、お前何勝手に言ってんだよ。本屋さんのアルバイトに興味。いや、興味ねえよ。興味ないし、人材二人も雇う予定はないです。でも急にそんなことを決めて大丈夫なの。いや、俺は別にバイトする分にはいいよ。あ、俺はここでバイトはしたい。まあね、すげえ端的に言うと、村上先輩がバイトするんだったら俺だってバイトするよ。そうなんだ。ね、バイト先で恋が芽生えるってことだってありますからね。ここでアルバイトをさせてください。本当ですか。あなたも一緒なら。いやいやいや、だからさ、どれだけ信頼度高いの、お前は。どうかよろしくお願いします。うん、村上さんは時給800円で、君は時給600円ね、はい、最低賃金切ってるけど、勝手についてきたから、君は最低賃金下回ってても文句言わないでね。具体的なシフト。やべえ、なんてブラックなバイト先なんだ。今日は顔合わせということで、これで解散でしょうか。何も決まってないな。勝手にさ、変な男が来てさ、バイトすることになってさ、解散って。店長本当いいのか、お前。こちらこそよろしくお願いしますね。あれ、なんか2人採用することになっちゃったけど大丈夫みたいな。それにしても暑いですね。え、これから何か用事があるかですか。今日はもう家に帰るだけです。学校の図書館の。じゃあちょっとそこの茶店でお茶でもしようよ。よかったらお茶でも。おー、いいね、いいね。ですか。そうですね、今更ですが喉が渇いてしまいました。面接って別に面接じゃないだろ今のは。近くの喫茶店に入るんですか。まあバイト代もこれから入ることだしって言っても、いつで閉めるんだろうな。7月末で閉めて8月に出るってなると。笹原さん、笹原さん、笹原さん、かわいいな。お手伝いしてるんですね。そうなの、夏休みの間は。ってことはこの人も先輩か。笹原先輩かわいい。
ご注文は何になさいますか？いや、笹原先輩がいいです。いつも迷っちゃいます。飲み物だけにしようと思ったけど。笹原先輩のメイド服メニューにないんですか？村上さん、ご注文は決まった？カモミールティーとチーズケーキにしようかな。あなたはどうしますか？いや、だから笹原先輩がいいってば。え、これ何？絶対コーラはない。日本茶、いや、これ合わせていいかな。ちょっと合わせてみよう。オッケーオッケーオッケー。あなたもですか？まあ、あの選択肢でいくとね、カモミールティーだね。日本茶っていう感じでもないですからね。これね、似たような選択肢が、例えば紅茶みたいなのがあるとかなり悩まされましたけど、あの選択肢でいくとやっぱりカモミールっすね。あの、今日は一緒に来てくれてありがとうございました。結局あなたもアルバイトをすることになりましたけど、本当に良かったんですか？うん、本当に良かったのかどうかはね、やっぱりね、店長に聞いた方がいいと思うよ。店長さん、2人雇うことになっちゃいましたけど、本当に良かったんですかって。夏目さんもいるし、それにあなたも。でもさ、夏目さんはシフトが違うんでしょ？休みのいい思い出ができるといいなと。お待ちどうさま。まあ、あとね、客だよね、やっぱり客。何の話をしてたの？私たち本屋さんでアルバイトすることになったんです。へえ、そうなのね。頑張ってね。売り上げに貢献してよ、笹原先輩。これおじいちゃんが作った特製ケーキ、よかったらどうぞ。いいんですか？このさ、町の人たちはさ、すぐなんかおごってくれるよね。てか、みんなよく店を営んでいるところが多いな。とっても美味しいです。なんといってもおじいちゃん特製だもの。特製のケーキって結構高そうじゃないですか？私もこんなケーキが作れるようになりたくて毎日練習してるのよ。俺、甘いものは好きなんで全然大丈夫です。前も言ったかもしれないけど。そうですね、お互いに頑張りましょう。うん、充実した一日だった。バイトも決まって。てかさ、バイトすんの？夏休みほっつき歩いてるだけじゃねえの今日はバイトないの？てか多分ね、また毎日ないな。いない。待ち、このハテナ多分違うと思うけどな。村上先輩が出没してるわけでもないからな。どうしようかな。ちょっと飛ばそうかな。まあ、次の日へ進みましょう。ハテナはね、多分1人1個だと思うんですよね。違うかな。でもまあ1人1個こなせばエンディングまでには持っていけるんで。待ち、村上先輩、 OK。 あなたですか？こんにちは。今日もいいお天気ですね。うん、この街は雨が降らないからね。あ、これは質問タイムか？ああ、質問タイムだ。何でしょうか？裁縫、部活、スイーツ。部活ってこいつ別に部活じゃないでしょ。で、裁縫も多分興味はないと思うんだよね。さっきチーズケーキ食ってたしな、スイーツでいいんじゃないかな。ああ、オッケーオッケー。ほらね。ケーキには手がなくて。じゃあケーキバイキング行きましょうよ。俺ケーキバイキング行けますよ。あの、一人じゃさすがに行けないけど。あ、この話聞いたな、そういえば。一番最初の時に。そう、結局それで誘えよっていう話になったけど、誘わないっていう。私より望月さんが詳しいと思うので聞いておきますね。でも望月師匠も甘いものいけるかっていうか、大体女性は甘いものいけますよね。それでは、まあ、たまに結構甘いの苦手っていうのもいますけど。これで今日は終わりか。29日。俺いつからバイトなの？そもそもそういう話してなくね？あなたのシフトはいつといつですみたいな。時給とか いくらなの俺マジで。次の日へ進む。今日もバイトもせず。てかさ、人材不足で困ってたのにさ、全くバイトに出てねえな。ハテナがいっぱいあるね。村上先輩いないか。
時だけが刻々と過ぎていく。おお、いない、マジでいない、まあ、たまにこのいないシーズンがありますよね。まあ、今回いましたけど、まあ、今回いました。文雄さん、文雄さん文雄さんっていうの、私のことですよね。いや、まあそうだけどね。突然名前で呼ばれたので少し驚きました。驚いただけなのでそんなに謝らないでください。いや、俺は言えねえな、いきなり女の人に名前で呼ぶなんて。何でしょうか。あ、これ聞きたいことタイムね。これはね、植物について、なんかしおりを自分で作っているみたいな、そんな話でしたよね。出会う機会は多いですね。どんな押し花を作っているか。ああ、そうそうそう、これも聞きました。多分村上先輩はだから、まあ大体抑えたかな、その好感度が上がる選択肢は。しおりにしています。季節を感じられて読書が楽しくなります。あんまりその一番最初の時に関わっていない人たちを攻略する時になると、多分ちょっと大変そうですね。イベントが進んでない人たち作ってみるので少し不安はありますけど、望月先輩とか多分あんまり会ってないから悩まされるんじゃないかな。よし、好感度が上がったところで8月に突入しますか。まあ7月は結局バイトしなかったな村上さんバイト入ったのかな7月。こんにちは。そうですね、今日も、ね、あ、今日もまたこの話題か。天気予報によると今日は猛暑日らしいので。だってもう今日は静かに読書をするんでしょ、ってことはバイト入らないですから。あんまり稼げなそうだなと思っているんです。図書館の7月末で閉めて8月の、まあ、10日とか15日とかだったらもう8月はバイト代入んないですからね。幸せです。でそうなると8月に閉めるってことだから、もう8月中にはお給料入らないと。まあ閉めてからね、どれくらいで給与が支給されるのかも、まあ、結構重要っちゃ重要っすからね。一応そのお給料ってマックスで1ヶ月空けていいんですよ。なんで末で閉めて翌末に支給するっていうのが、まあ一番長いスパンですよね。要は計算期間が1ヶ月あるっていう。まあ、少ないところ、少ないところっていうか、従業員が少ないと、例えば閉めてから5日後に出すとか、その20日に閉めて25日支給とか、その月のそういうとこもねあったりするんですよ。誰もいない。あ、そうか、もう今日は終わりか。8月2日、お、これはちょっとロードが長いってことはイベントだな。あの私てか、なんでさ電話番号知ってんだよ。じゃあ最初に出てきた8人って全員電話番号知ってるってことか。すげえ、マジすげえ。実はですね、お誘い、そのバイト変わってほしい、私が変わりましょうか夏目先輩がいるってことは絶対なんかどっか、じゃんけんに負けた、しかもじゃんけんに負けたからかよちゃんと誘ってもらわないとね。なんで罰ゲームみたいになってんの。いえ、なんでもないんです。こちらの話決して罰ゲームじゃないんですって。望月さんに遊園地に誘われたんですけど、一緒に行ってくれる人を募集中なんです。他には夏目さんもいるんですが、うん、まあお決まりの偶数ですよね。4人、まあ4人が一番いいかな、動きやすいかなとは思います。確かに乗り物に乗るときに、うん、そうそうそう、偶数の方が収まりがいいじゃないですか。なのであと一人誰をお誘いするか考えていたんですけど、あなたのことを一番に思い出したので。いやいやいや、罰ゲームみたいなことになってたよ。ふみおちゃん、それってどういうことなの。彼が特別ってことかしら。そりゃ特別でしょう。違いますよ、望月さん、電話番号知ってるんだよ。だってすみません、望月さんの言ったことは気にしないでください。それでご迷惑でなければあなたも一緒に行きませんか。大丈夫ですか、本当に無理していませんか。うん、ちょっとね、無理して準備しないと多分間に合わないっす、これそれでは新規長ヶ丘駅の前に集合ということで。あ、そうだ、時間を言ってませんでしたね、すみません。なんか前回は1時間後とか言ってたかな。
時ではどうですか？今何時？はい、楽しみにしてます。今何時なのかが問題ですよね。とあと新機長ヶ丘駅まで何分かかるのか。おはよう、時間通りね。もうみんな集まってるよ。そりゃそうだろ。海おちゃん、彼が来たわよ。海おちゃんってば。おはようございます。海おちゃん、なんだか表情が硬いわよ。せっかくの遊園地なんだ。ここはあれかな、やっぱり望月師匠が村上先輩好きだからこの3人になったのかな。鏡さんとかいてもおかしくないですよね、師匠の代わりに。ひょっとして彼と一緒だから緊張してるの？そんなことはないですよ。遊園地なんていつぶりでしょうか？でも村上先輩絶対ジェットコースター乗らないよ。私急に何を言ってるんでしょう。やっぱり緊張してるんじゃない。リラックスリラックス。はい、チーズ。あ、師匠、後で写真を売っていただけませんでしょうか。かわいい、いい表情が撮れたわ。高く買いますよ師匠。そろそろ電車の時間です。駅のホームに向かいましょう。今日はよろしくお願いします。まあ正直ね、俺何やりたいですか？私は絶叫系ゆっくりで好きといえば好きです。眺めがいいものとかでしょうか？そうですね、楽しい一日になるといいですね。まあ観覧車は絶対乗りますね。海おちゃん、電車が来たわよ。なんでさ、そのさ、改札に入らない段階でさ、電車が来るの？毎回毎回間に合わないでしょ。やっと着いたわ。いや、でも師匠いてくれてよかったな。これはかなりの枚数の写真が期待できるぞ。望月先輩、テンション上がりすぎですよ。いや、俺のテンションも上がるよ。海おちゃん、さすが師匠、いいとこついてきますね。この写真は相当高く買います。はい、チーズ。神先輩、心持ち、顔がこわばっているような。あの、おかしな顔で映ってませんか？いや、そんなことはないよ。とっても可愛く撮れてるわよ。あー、さすが師匠。じゃあ、もう一枚。写真もいいですけど、そろそろアトラクションにでも入りませんか？そうですよ、みんなで乗り物に乗りましょう。あなたは、もし選ばされる観覧車が好き、お化け屋敷かな、絶叫落下マシンだ。いや、これはでもさ、観覧車がいいけど今乗っていいのかな。とりあえず観覧車にしときますか。あなたもですか？お、上がった。私も観覧車って。いや、でも観覧車やっぱ最後でしょう。高いところから世界を眺めると自分が鳥になった気がしませんか？いや、そうは思わない。人がゴミのように見える。童話を読みながら空を飛べたらいいなってずっと思ってました。先輩らしいですね。そうですか。ひょっとして皆さんはあまりそういう想像をしないでしょうか？そういう方向の想像はしないですね。ねえねえ、私ジェットコースターに乗りたいんだけど、なんかそんな感じするよ師匠は。リニューアルされたばかりのスーパー大回転コースター、無限ですね。噂ではあまりの回転ぶりに泣き叫ぶ人が続出しているとか。おお、とっても楽しそうね。絶対村上先輩乗らない。望月さん、すみません、じゃあ師匠と夏目さん二人で行ってきなさいよ。海おちゃん、一緒に乗ってくれないの？寂しい。じゃあまひろちゃん付き合って。私ですか？お願い、まひろちゃん。まあ確かにね、一人でこのアトラクション乗るっていうのはちょっと悲しいものがありますよね。一緒に乗る？まひろちゃん。わかりましたから、腕を引っ張らないでください。もう師匠大活躍だな今回。夏目さん、大丈夫でしょうか？大丈夫。あなたはジェットコースターに。いや、正直ね、乗りたかったっす。もし私に気を使ってくださったら。いや、でもここは気を使います。申し訳ないです。そうですか、そう言ってもらえてほっとしました。まあ、まずは村上先輩第一ですからね。それでこれからどうしましょうか？村上先輩を楽しませるためのコーディネートをしないといけないですからね。
せっかく遊園地に来たんですし、お化け屋敷もね、あなたはまあ美味しいアトラクションといえば美味しいアトラクションなんですけどね。そうですね。でしたらコーヒーカップはどうでしょう。コーヒーカップね。子供の頃、両親コーヒーカップとか乗ると俺も超回転させる一つからね。初めて乗ったのがコーヒーカップだったんですよ。今それを思い出して懐かしく思ったので。まあでも村上先輩とはそんなことしないですけどね。ありがとうございます。それでは一緒に乗りましょう。お、これは動くイベントだ。自分でぐるぐる回せるのが楽しいですよね、うん、俺は高速で回すよ。私、怖い乗り物は苦手ですけど、うん、コーヒーカップが怖くないとなぜ思う。じゃあ、回してみてくれますか。動き始めましたよ。やっぱりコーヒーカップは楽しいですね。夢中になってしまいます。コーヒーカップってさ、正直座ってるだけじゃん、うん、お、早い早いぞいいぞいいぞ。ちょっと回しすぎじゃないですか。そんなことないよ。大丈夫ですか。なんだか顔色が悪くなってきましたけど。いや、なんで自分の顔色が悪くなるほど回すの。回しすぎたら止まらなくなっちゃったんですか。とにかくなんとかして。これでもさ、確かに止めるの大変なんですよね。気持ち悪いんですか。大丈夫ですか。てかさ、村上先輩平気なのにさ、俺がダメってどういうことだよ。気分まだ悪いですか。中井先輩強いな。休むところを探さないと。そうだ、あそこのベンチで休みましょう。膝枕してくれ、気持ち悪いから。村上先輩、膝枕。ここで横になってください。でもベンチに直接寝にくい寝にくい寝にくいですよね。枕があればいいんですけど。お、もしやこれを狙っていたのか俺。そうだと相当だぞ。わかりました。いやー、ちょっとここまではね、俺計算できなかったわ。花を乗せてください。すげーポテンシャルだ。気にしなくて大丈夫ですから。体調が戻るまで。いや、もう体調戻んない。ずっと戻らない。こうしていると昔お母さんに膝枕をしてもらったことを思い出す。そんなことは思い出さないけどね。なんだか子守歌を歌いたくなってしまいます。いや、俺このまま寝ててもいいよ。その今のは冗談ですよ。あ、虫がいる。なんだか取ってあげよっか。いや、でもそれはさすがに。いや、マジで取るの。これは捕まるぞお前。いや、これは捕まる普通に。なんだか今度は背中がムズムズします。てか、なんでさ、背中にさ虫がいるの背中にっていうか、こんないっぱい虫がついてくるの。虫が止まっていたんですね。いや、背中はいいよ、まだ背中はまだわかるけど、こう胸を触るのは確実に変質者でしょ。犯罪だよ。え、これで終わり結局変態行為をして終わっただけだな。あ、終わってないか、まだ。そろそろ気分は良くなりましたか。え、だってもう夕方だ よ, よどれだけお前膝枕してもらってたんだよ。なかなか戻ってきませんね。人気のあるアトラクションだから大行列なのでしょうか。まあ確かにね、人気のアトラクションはね、すごいっすよ。もう一つくらい、まあディズニーシーで行くとね、あのトイストーリーマニア、あれがね超人気アトラクションなんですけど、すね、あのディズニーシーのトイストーリーマニア、まあね、180分待ちとか200分待ちとか普通にありますからね。眺めが素敵ですね。300分待ちとか見たことありますからね。観覧車に乗りたかったんですそこまでして乗るみたいな。どこまでも澄み渡っていて、なんだか吸い込まれそう。だからそのディズニーシーでトイストーリーマニアに乗りたいっていう人いたら、まずね、一番最初のファストパスを取るのは必須ですね。で、ファストパスも多分開園30分とかでなくなっちゃうんですよ。え、なになになに、緊張しますね。早く降りたいとか、お前失礼だ。自分もだ。あなたもですか。よかった、ちょっと安心しました。私だけ。まず開園前から並ぶことはもう絶対条件です。もう一周してしまいました。なんだかあっという間でしたね。もう少し長くても、うん、そう、もう少し長くいてもよかったな。何が長くてもよかったの。望月さん、よく見つけられたな。何でもないですよ。普通なんか LINE とかで
終わったからここに来てみたいな。夏目さん大丈夫か？大丈夫ですか夏目さん、なんだかフラフラしていますけど。まだ目が回ってます。目が回るんだ。とっても楽しかったわ。13連続スーパー大回転って最高。すげえな、どんだけ回転すんだ。それよりふみおちゃん、何かいいことあった？ちょっと雰囲気変わった。いやいやいや、それは俺の方がいいことあったっていう感じでしょう。今もうウッキウキだよこれ。思いますけど。そう？とりあえず記念写真撮ろっか。はい、これも買い。楽しかった、盛りだくさんの一日だったわね。てかさ、師匠あのジェットコースターしか乗ってなくない？とても素敵な時間を過ごせました。皆さんのおかげ。だってさ、皆さんのおかげって言うけどさ、師匠と夏目さん別に全然一緒にいなかったっしょ。お誘いしてもいいですか？あ、いいよいいよ、もうこれはかなり好感度上がったな今日は。左上のハートも満タンだし。お疲れ様。合法的に村上先輩の胸を触ることもできたし、最高の一日だったな。あれ、おお、なんだ、またイベントが起きるのかと思った。はい、というところで、まあ、遊園地のデートイベントが終了したところで第2回目、これで終わりにしたいと思います。このガールフレンド動画では次回の攻略対象者を募集しています。この女の子攻略してほしいというのがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。またこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録もお願いいたします。パソコンの方は動画の終わりのチャンネル登録画面をクリック、スマホの方は説明欄から登録ができます。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。